西穂高岳落雷遭難事故は1967年8月1日に長野県の西穂高岳六表付近で高校生の登山パーティーがひかみなりした遭難事故である1967年8月1日の気象状態は本州を挟む形で高気圧が2つ並んでおり南海上には台風があったため大気の不安定な状態となっていた長野県松本市の長野県 松本深志高等学校2年生の登山パーティーは北アルプスの西穂高だけにて教員の引率による集団登山を行っていた。この集団登山は個人での登山による危険を避けるため希望者を集めて毎年学校が主催している行事だった。参加人数は教員5人を含む計55人。日程は31日に松本市を出発、上高地で一泊し、 1>, 1日の朝から、西穂高に登山して、翌日下山、松本市に帰る予定であった。参加者のうち46人が登頂したが、正午過ぎから天候が悪化し、大粒の氷混じりの激しい雷雨となったためパーティーは、避難を開始。避難のため下山途中の13時半頃ろ、土付近のガレ場を一列で下っていたところに、雷の直撃を受けた。これにより、生徒8名が即死。 生徒、教員と会社員一人を含めた13名が重軽傷を負い、生徒3名が行方不明となった。事故発生の連絡を受けた西みのる山荘からは、従業員と東邦大学医学部による西穂高診療所の医師ら24人が現場に向かい、遺体と負傷者を山荘に収容した。無事だった生徒と教員も山荘に避難。行方不明者の捜索は濃霧により翌朝まで。 延期された。同日夜には、事件の一報を受けた東京医科大学の医師2名が、上高地から救援に駆けつけたほか、陸上自衛隊松本駐屯地部隊の、レンジャー隊員らが、自発的に救援に向かっている。松本新次高校にはその日のうちに、対策本部が設けられ、同校長を含む、教員5名が上高地に向かった。深志高校正面玄関前の慰霊碑屋庁には、 長野県警と高校 OB、さらに乗倉岳からの有志応援隊による行方不明者の捜索が開始され、結局尾根から三百メートル下った枯れ城で三名とも遺体となって発見された。これにより死者は計十一人となった。同日午前八時頃には無事だった教員と生徒が下山を開始、九時頃には陸上自衛隊焼けの中東地のヘリコプター2機が現場に到着し、 負傷者を松本市の病院にピストン輸送した。遺体は高校 OB の手で上高地まで下ろされた後、自衛隊のヘリで高校の屋上まで輸送され、警察による検視と生徒や保護者らによる簡単な告別式の後、それぞれの家に帰された。登山中のみならず、通常の落雷事故としても一度にこれほどの死者、負傷者が出た前例はなかったため、 新聞各紙が一面で報じるなど、大々的に報道され、全国に衝撃を与えた。学校登山の歴史に残る大惨事であり、長野県下ではこの事故の影響で、登山行事を一時的に中止、または廃止した学校も少なくない。事故後当時は、引率教員の責任を問う声も一部あったが、最終的に警察は過失責任を問わなかった。1990年代以降、 この事故発生当時にはよくわかっていなかった落雷発生のメカニズムやその危険性について次々に解明され落雷による人身事故は適切な安全対策を実施することによりゼロにすることが可能であることがわかったことから日本でも具体的な安全対策が実施されるようになってきている。これは百九十六年八月に発生した落雷事故において 2006年9月17日、最高裁差し戻し審、高松高等裁判所が、1996年時点、平井の知識は一般向けの本に記載されており、雷の性質に対する正確な認識をもとに、事前に準備しておけば、事故の発生は十分に回避できた。と断じ、原告勝訴が確定したことが大きい、すなわち特に落雷に遭う危険性の高い登山については、 雷の発生が少しでも予想、予測されたならば、躊躇なき中止判断がなされるべきであるとされるように変わっている。そして、それでも雷に遭遇した場合の緊急避難方法についても、また、事故当時とは大きく異なるものになっている。平成20年から23年にかけ、文部科学省は学校での安全教育、災害安全に関するものとして、 小学生から高校生までそれぞれを対象にした災害から命を守るためにの防災教育教材を発表。この中で落雷被害防止について解説している。また、平成24年24、数学県第7号において落雷事故防止のための適切な措置を講ずる旨を全国の小、中、高等学校等に通達。 具体的な取り組みが各学校単位で行われるようになっている。阿川博之が小説犬と朝ちゃん中にこの事故について記し、登場人物に去年の夏という表現で時期を言及させている。これにより、小説は1968年の東京、多摩を舞台にしていることがわかる。参考文献、西穂高岳落雷遭難事故、調査報告書著者、出版社、 長野県立松本真嗣高校1969独票に祈る西実のる遭難追悼文集編者出版社長野県立松本真嗣高校1968山と雪の暴表松本真嗣高校生と落雷遭難の記録著者春日春吉出版社ア峰ミネ書店1970ありがとうございます